TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 はい、どうもクリス・ペプラーです。8月30日、今日は最高気温20度もいったかいかないか、非常にね、夏最後の日曜日とは思えない、ぶっちゃけ嫌な感じな日曜日でしたね。天気はね、まあ嫌な感じっていうとなんか、俺にとっては最高だったよっていう人もいっぱいいると思いますんで、まあ私にとっては嫌な感じですよ、ぶっちゃけ。もうちょっとこうパーっていきたかったみたいな。今年の夏はね、結構もう散々でしたね。結構風邪ひいた。もう2回ぐらい病院行ったかな、薬もらって。で、まあでもこれは自分もいけないんですよ。エアコンつけて寝ちゃう。やっぱり扇風機かなんかにした方がいいね、本当に暑い時は。で、ちょっと喉がやられると、僕の場合ほら、もう商売道具なんで、喉がやられないように、ちょっとでも痛くなるなと思ったら、タオルネクタイっていうのを僕はするんですよ。これはどういうことかというと、手ぬぐいというか、ちょっと長めの細長いタオルを首に一回巻いて、それでもう一つのタオルをふんどしのようにこう通すわけです。首にこうタオルを巻いて、その間にもう一枚タオルを、まあタオルを物掛けにかけるような感じでやるわけよ。そうするとこう胸元が暖かくなって、で、そこだけ温めておけば、まあなんとかなるみたいな感じなんで、で、それでまた足の親指落ちちゃったりとかしてるわけでしょ。そうなんですよ。だから夏でも私はストールを持ち歩くようにしているんですけど、で、やっぱりお気に入りのストールはやっぱり大事に取っておいた方がいいなと思ってさ。で、足の骨落ちちゃったじゃん。ほんで風邪もひいてるし、これは大変だと。J-WAVE の仕事がおろそかになっては、これはいかんと。TOKYO HOT 100にみんなに、マイクに立つ前は、ちゃんとした健康管理をして、万全を J-WAVE、そしてスタッフのため、リスナーのために、俺はいい声でいなくてはならない。そんな思いだけから、私は大事なストールを、ジュラシックワールドを見に行くとき、映画館はさぞ寒いだろう。よし、みんなのために、大事なストールを巻いていこう。ただ暑かった。その日は。これでね、杖持って歩いてんだけど、結構力使うんだよね、足をかばって歩くと。結構暑くてさ、これでも汗だらだらかいて、本当はマフラー巻いて、それはそうだよ、ストール巻いてんだもん。これはまずいなって。で、そのストールを、まあ、自分のなんか、肩掛けポーチみたいなのがあって、そこに巻きつけるわけよ。どうだ、おしゃれだろ、この野郎みたいな感じで。そこだらーっとなって、青いやつを。んで、遅れちゃったんだ。で、すごくそのジュラシックワールドのチケットを取るのが、この人長いよね。うん、どっちみち走るだろ？ね、あ、今、井上がそうだって言ってるけど。すごい大変なのよ、ともかく。夜の12時にしか予約入れられないわけ。4D のさ、あれだから。で、うちの嫁がこう電話かけて、12時ちょうどにやって、チケットをゲットできたわけよ。できた、素晴らしい！ということで。で、7時半からの映画だから、まあ、7時過ぎに行きゃいいんじゃないと。なんだかんだ言って、うちは出が遅いんだよ。もう遅れそうになって。ほいで、こう急いで行った時に、その間に、大事なストールを落としてしまった。で、もう映画も始まる。足も悪い。これがさ、足がもう僕の瞬足がピーンって言ってさ、その動線また逆戻りして。ただ、まあ、ここは六本木ヒルズだから上質な客しかいねえだろう。取り奴は絶対いないだろうなと。大丈夫。これ終わった後に、落とし物係に行けば絶対あるはずだと思って映画を見ましたよ。で、映画を見終わった後、落とし物係に行った、ありませんと。翌日も電話しました、ありませんと。私はがっかりしました。人類に失望しました。そんな心境でお伝えする8月30日付のトップ5はこんな感じです。いきなり5位に初登場したのはニューアルバムのセールス好調、ボンジョビ Saturday Night Gave Me Sunday Morning。 4位は離れ組フリーダムライダー、こちらもニューアルバムのセールスが加算されました。3位は夏の終わりに再浮上、 Afrojack featuring Mike Taylor Summer Thing。 2位は家入りレオ君がくれた夏、先週17位からシングルセールスを稼いでトップ目前まで上がってきました。さて、先週1位だったヴィンテージトラブル Strike Your Light ですが、最新チャートでは9位まで順位を下げています。ということで1位が変わりました。8月最後のナンバーワンは、8月最後のお疲れサマーチャート、1位はリンゴ嬢が3週間ぶりに帰り咲き、椎名リンゴ長く短い祭り、アロリンピック TOKYO HOT 100。
はい、いかがだったでしょうか。9月6日100曲カウントダウンに加え、ゲストは米津玄師さんをお迎えいたします。持ち込みレコメンは大沢慎一さん。お楽しみ。 J-WAVE Podcasting Tokyo Hot 100.